皆さんこんにちは、文具メーカーのパインブックです。今回ご紹介する商品はお気に入りのレシピを保存しておくのに便利なレシピリフィルをご紹介していきたいと思います。はじめに今回も動画内で使用している商品のご紹介です。こちらは晩ご飯などの献立を1週間分まとめて記録しておくのに便利な付箋セット献立プランになります。続いて別売りのインデックスリフィルはページの区切りに使用でき、インデックス部分は数字や項目なども記入していただけます。こちらはおすすめのレシピイラストシールです。絵を描くのが苦手な方でも貼るだけで OK です。ではレシピリフィルの内容をご紹介していきたいと思います。こちらレシピリフィルは表紙を合わせてたっぷり30枚入っています。30枚でも足りないよという方は追加で購入してもらえばレシピリフィルを増やしていくことができます。はじめの表紙には私のレシピと書かれていて、自分だけのオリジナルレシピ感が出ていていい感じです。表紙をめくった裏には料理に役立つ料理の基本を記載しています。例えば塩一つまみってどれぐらいだったかなとなっても、ここを見ればすぐに確認してもらうことができます。レシピリフィルは料理名、料理が出来上がった時のイメージを記入するところ、材料、作り方の記載項目があります。その料理の評価を星で表すことができる評価項目もついています。自分で評価をつけるのも良いですし、好きな人や家族に評判だった料理に評価をつけておくのも参考になって良いかもしれません。それでは実際にレシピリフィルを使ってレシピを作成していきたいと思います。毎日の献立を考えるの本当に大変ですよね。でも自分で作ったお気に入りのレシピをバインダーで管理しておけば、献立で悩んだ時さっと見ることができ、お助けアイテムになるかもしれません。もしかしたら新しい料理の創作意欲も湧いてくるかもしれないですね。こんな感じで出来上がりました。出来上がったレシピをバインダーへ閉じていきたいと思います。またレシピリフィルにはカテゴリーシールが付属で付いていて、食材ごとにレシピを分けて管理することができるので、先ほど紹介したインデックスリフィルになってページ分けしたいレシピの前に挟むと、こんな感じでとても分かりやすく管理することができます。また料理のイメージを記入できる箇所は、コンビニで現像した写真を貼って自分の作った料理の完成写真を貼るのも良いです。毎日献立を考えるのがめんどくさいから1週間の献立をあらかじめ決めておきたいという方には、今回4月に新発売する手帳に一緒に挟んで1週間の献立を管理することができる献立付箋セットがおすすめです。こちらは1週間の献立が記入できるレフィルが12枚と152種類の料理名が書かれた付箋がついていて、貼るだけで簡単に1週間の献立を作ることができます。付箋の項目にない料理は付属で無地の付箋もたくさんついているので、自身で付箋に記入して貼ることもできます。そして毎週献立を作成していき、4週から5週分の献立を作り終えると1ヶ月分の献立が出来上がります。1ヶ月の献立が出来上がったら、献立表を外し翌月へリフィルを入れ替えるだけで次の月の献立を簡単に作ることができます。もしメニューを変更したいなと思った場合は、貼って剥がせる付箋なので貼り替えるだけで簡単にメニューの変更ができます。毎日の献立に悩む時間も減ってとっても楽になります。また献立プランのリフィルの裏面には
その日の献立に使用する食材が記入できるので、1週間分の足りない食材のチェックができ、ウィークリーレフィルの右側を利用すると、その日に必要なお買い物リストを作っておけるので、買いすぎてしまうことや食品のロスも減って、家計の節約にもつながります。いかがでしたか？レシピや献立を作るだけで食材の把握がしやすくなり、節約になるだけでなく、毎日の料理のレパートリーも広がって、料理を作ることが楽しくなるのではないでしょうか。ぜひ皆さんもバインダーで自分レシピを始めてみませんか。本日もご視聴ありがとうございました。動画へのコメントなどもお待ちしています。また次回もお楽しみに。